皆さんこんにちは、中野ゆかりです、フィギュアスケーター中野ゆかりチャンネルをご覧いただきありがとうございます、今回はですね、先ほどまで行われておりました国際大会 NHK 杯の男女フリースケーティングのお話をしたいと思います。先ほど女子のフリースケーティングが終わりまして、私もちょうど今女子のプロトコルを見てたところなんですけれども、まあ、久しぶりの国際大会のフリーということで、ショートに続きましてとても選手たち緊張していたと思います。で、フリーはショートプログラムと比べて分数が伸びると同時にジャンプの数も増えまして、集中力も最後まで途切れないかどうかっていうのが問われると思います。特にジュニアの選手は3分30秒、フリーの3分30秒からさらに30秒長くなりまして、4分間コレオシークエンスが増えるんですけれども、最後まで気持ちが途切れずに滑り切るのは大変だったんじゃないかなと思いますので、まずは選手たちにお疲れ様でしたというふうに言いたいと思います。そんな中1位になったやはり坂本選手ですね。マトリックス、すっごい素晴らしかったと思います。高さのあるジャンプ、すごい高さと迫力のあるジャンプはもちろん素晴らしいんですけれども、やはり一番スピード感、最後まで途切れることなく一番スピード感を感じた選手だったなというふうに思います。そしてそのスピードがジャンプを飛ぶ前に落ちることがないので、コンビネーションジャンプ3回転3回転ですね、コンビネーションジャンプを行った時に2つ目のジャンプの方が高さと幅、回転速度が上がるっていう、こんな素晴らしいジャンプはないなと思って見ておりました。やっぱり間の取り方がずっと前からすごい上手だなと思ってたんですけれども、今シーズンマトリックスが2シーズン目ということで、より踊りこなされて、間の取り方、呼吸の取り方がすごい素晴らしく良くなったので、すごく見ていて飽きないプログラムでした。そして体力的にきつくなる後半も全くスピードが落ちることがなく、すごい勢いでした。で、やっぱり勢いって、どの大会どの選手を見てもすごい大事なことだなというふうに思いますので、やっぱりそういった部分で勢いにある選手が勝つんだなというふうに改めて思いました。で、やっぱりあとはショートとフリー合わせて、この久しぶりの国際大会なのにミスがなく終えるということは本当にすごいことなんです。そして私も頭が下がりますし、坂本選手を見終えた瞬間、滑り終えた瞬間、最後のポーズを取り終えた瞬間にすっごい鳥肌が立ちまして、これはもう、すごい高得点が並ぶんじゃないかと思って期待していましたら、案の定やっぱり5コンポーネンツ9点台。後半も見られたので、やっぱりすごい高い得点を得ることができたかなと思いますし、中でもやっぱりスケーティングスキルの高さというのが目立ったかなというふうに思いますので、全日本もこの勢いで行ってほしいなと思います。そしてトリプルアクセルをよくぞ決めたという樋口新葉選手ですね。本当に意地が見えました。何度もチャレンジし続けてたと思うんですけれども、すごく高さのあるジャンプだったと思います。プロトコルを見た時にちょっと Q マークがついてたんですけれども、それでもあれだけのスピードに乗って、高さ、幅、そしてランディングの流れ、素晴らしいジャンプだったなというふうに思いますので、この先につながるいい自信になったジャンプだったんじゃないかなと思います。次のジャンプ3回転3回転もよくコントロールが効いていて、流れも良かったなと思いますので、全体的にもちろんミスはあったかもしれないんですけれども、やっぱりトリプルアクセルを飛んだことによってプログラム全体の見栄えが変わるので、2シーズン目に入りましたポエタもすごく気持ちがこもって、情感こもって情熱的になっていて、素晴らしいプログラムだったなと思いますので、もともと男子のようなパワフルなジャンプを飛ぶことはもちろんよく分かっているので、そういった部分がこの先々またさらにグレードアップして全日本でも見せてくれるんじゃないかなと思っています。そしてそうですね、やっぱり今回急成長といいますか、皆さんにすごく印象に残った選手、私もそうなんですけれども、松池選手ですね。パワーアップスラブ、私も実は踊ったことがあるプログラムです。で、とにかく彼女はよく滑って、ジャンプも音に合わせて必ずコネクティングステップからジャンプを飛んで、そしてそれを音に合わせて飛びつつ、そしてジャンプを飛んだランニングの後もまた別の新しいコネクティングステップでつなぎを合わせているので、やっぱり途切れることなくプログラム全体流れを
連続性というものがすごくいいものに出来上がってるなというふうに思いますし、一人の世界というよりもみんなで一緒に世界観を作り上げているあの空間は素晴らしいなと思いました。とても10代とは思えないぐらいすごくベテランの域に入ってるんじゃないかっていうぐらい、一つ一つの音、そしてアピールの仕方、表現の仕方っていうのがよく自分の中で理解解釈できているなというふうに感じました。そしてスピードの変化、強弱ですね、表面全体の利用の仕方っていうのもきちんと行っていて、本当に今日の演技は言うことがなかったんじゃないかなというぐらい良かったですし、一番ファイブコンポーネンツで良かったなと思ったのがコンポジションの部分ですね、構成の部分が難しいコネクティングステップを踏みながらやるトランジッションもありながらもうまい空間を作り出していて、フレーズの区切りごとに合わせた振り付けとの動きが素晴らしく合っていて、それがもうお見事としか言いようがなかったので、とてもジュニアの選手と思えないぐらいいい演技だったなと、見応えのある演技だったと思います。ショートプログラムでもお伝えした三原選手なんですけれども、久しぶりの大会ということで緊張感もあったかもしれないんですけれども、一つ一つとても久しぶりとは思えないぐらい一つ一つの要素が落ち着いていて、音楽の楽曲の通り本当に妖精のように良かったなと、もともとお姫様のようにキラキラしたような雰囲気を出すのがすごく得意な選手ではあったと思うんですけれども、以前と比べて体力的な部分とか変わった部分はあるかもしれないんですけれども、それでも大きなミスなくショートフリートも合わせて終えられるっていうのは本当に難しいことなので、これを乗り切ったことが彼女にとってまたスケートを滑る楽しみ、そして今後の大会につながる演技だったんじゃないかなと思うので、行く末を見守りたいなと思っています。さあ、そして男子なんですけれども、先ほど終わりました。私ライブで見させていただきました。男子はやはり4回転、そして多種たくさんの種類を飛びますので、4分間を滑り切るスタミナっていうのも要求されるんですね。で、今回やっぱり難しい構成、4回転をたくさん組み込んだ選手もいましたので、やっぱりミスが多少はあったんですけれども、全体的に男子の選手を見て思ったことは、すごく伸びるスケート、そして足運びが正確だったりだとか、スケーティングの初手段ですね、レベルの高さっていうのをすごく感じました。で、プログラムも個性的、そして独創的で、面白い振り付けであったり、様々なパターン の構成を見ることができて、私自身がライブで楽しむことができました。そしてやっぱり何と言っても1位の鍵山選手ですね。素晴らしかったですね。ショートフリー合わせて、ショートではミスが出てしまったんですけれども、フリーは、多少のミスはあったとしても、すごく上手にまとめたと思います。まとめたというよりも素晴らしい演技だったと思います。冒頭の4回転なんですけれども、最終滑走のプレッシャー、そして最終滑走ということで、直前の6分間の公式練習から少し時間が空いたのにもかかわらず、とてもそうとは思えない、すごいスピードでいって4回転を高さ、幅、そして質、素晴らしい、全部揃った、ジャンプだったなということで、GOE を見てみると、プラス5が、ついているんですね。もう本当に火の打ちどころがないジャンプということになります。やっぱりそれぐらいやっぱり滑らかでしたし、降りた後ランディングというんですけれども、ランディング、着氷ですね、の着氷の姿勢がやっぱりぶれなくって、一回降りたなと思ったらそこでスッと止まって、でまた次の動作に行くので、その流れを止めないっていうのが素晴らしかったなと思います。もともと姿勢がいいんですけれども、それがさらにジャンプのところで生きているなというふうに思いました。そして今日はそのジャンプの成功の成果、スピンもいつもよりより一層私早く感じてしまいまして、ポジションとポジションの移行がすごくスムーズで、普通ポジションからポジションに変えるときに、新しいポジションに変えるときに軸がぶれたりとか、あとは少し失速したりっていうことがあるんですけれど、全くそれを感じさせないぐらいスムーズで、こういうところはやっぱり GOE にプラスにつながるのかなというふうに思いましたので、やっぱりプロトコル見てみるとプラス4をつけてるジャッジとかいたり、やっぱりプラス2プラス4プラス2プラス3からプラス4という感じですごく高いGOE がついていたなというふうに思います。そしてやっぱり何といっても足首の柔らかさですね。足首の柔らかさに加えてリズミカルな膝の動き、これを両方活かして滑りましたので、思わずこのスケートって見入ってしまうぐらい、こっちの方もすごい滑らかなスケートだなというふうに思うぐらい思わず見てしまいました。
でもやっぱりこの年まだ17歳ということなんですけれども、この年齢にしてこれだけできてしまうと全くもうどうしようと思うほどやっぱり群を抜いていた演技だなというふうに思います。もうやっぱりこの先がとてもとてもあのジュニアの頃から思ってたんですけれども、この先が楽しみな選手の一人ですね。やはりこう日本のトップスケーターといえば羽生選手だったり宇野選手だったりって名前が上がってくるんですけども、彼らと比べて今のあのこの鍵山選手の現在地っていうのはどういったところになるというふうにお考えですか？いや、でもあの今年から 今シーズンからあの鍵山選手シニアデビューしたということなんですけれども、まあ、この先国際大会たくさんの経験を積んでいくと思うんですけれども、もう世界でもすごい高い評価を得られるんじゃないかなと思うぐらい今日の演技は素晴らしかったですね。特にやっぱりあのスケーティングの質の素晴らしさに加えて、やっぱりスケーティングの流れに逆らわずジャンプを、あの力みの抜けたジャンプを飛びに行くので、ああいった部分ですごくプラス項目がもらえると思いますし、そしてあのスピン一つ一つも手を抜かずにあの丁寧に回ってますので、そういった部分で評価されるんじゃないかなと思うので、十分世界で戦える存在が出てきたので、あの男子選手すごく未来は明るいなというところで楽しみですね。今後、まあ、その世界で戦えるという中でも、その宇野選手だったり羽生選手に近づくためにこう課題といいますか、取り組んでいくべきことっていうのはどんなことになってくると思いますか？まあ、課題はやっぱりそれぞれあると思うんですけれども、課題は多分本人が一番よく分かっていると思うので、あんまりあの外野がいろいろ言ってはいけないと思うんですけれども、私が見たところすごく今戦える状態なんじゃないかなとは思います。あとはもう年齢を重ねていくうちにスケートの深みだったりだとか味わいだとか、その大人のスケートの魅力っていうものがきっと年々重ねていくと出てくると思うので、そういった味わいがあのこの先々鍵山選手がどう出てくるのか、それをどう自分自身で生かしていくのかっていう部分があの見ものかなと思っています。そしてそれが彼の見どころの一つなのかなと出てくると思いますので、そういった部分に注目していきたいなと思います。大人の演技っていうのはやはりこう表現力だったりそういうところに磨きがかかっていくというふうな捉え方でよろしいんでしょうか？はい、あの鍵山選手自身は今でも十分表現に対する力、あのパフォーマンス力はあのすごくレベルが高いものをお持ちなんですけれども、この先たくさんの国際大会シニアに入ってたくさんの国際大会だとか世界を経験していく中で、音楽に対する解釈だとか、あのなんだろう、音あの表現に対する見方捉え方がもしかしたら彼の中で変化が現れるかもしれない。そういったところで男の色気とか、まあ、魅力っていうの部分がさらにこの先彼の中から引き出されて出てくるかもしれないので、そういった部分であのだんだんベテランになっていくといろんな味わいが出てくるのかなというふうに思っているので、すごく、まあ、あの世界でどう戦っていくのか楽しみですね。そしてあの私が気になったのはあの本田ルーカス選手なんですけれども、まあ、昨日もちょっとお伝えしたんですけれども、滑らかなスケーティングに加えて流れるようなプログラムですごくかっこいい W7 を見られました。あの振り付けもこだわりが随所で見られて、私あのいつもメモを取ってるんですけれども、思わずメモを取るのをやめて見てしまうぐらいなんか面白い振り付けだなと思って見ていました。そして降りた後のランディングが非常に美しい、やっぱりこれはあの先ほどの鍵山選手と同じなんですけれども、姿勢がとにかくいいのがプラスに生きているなというふうに本田選手も思いました。全日本ジュニアチャンピオンということなので、この先どう成長していくのかが見ものだなというふうに感じています。そしてもう一人私気になった選手いるんですけれども、三浦佳生選手、ジュニアの選手ですね。あの今日見たところ、あの多種の4回転を組み込みまして、構成を途中で変えて最後まで挑み続けた4回転だったと思います。あの途中で構成を変えてしまったので本来のプログラム振り付けではなかったかもしれないんですけれども、最後まであの諦めずにエネルギーを感じる4分間でした。多少の疲労は見えたかもしれないんですけれども、あの諦めない姿勢、あの勢いが、私はすごいそういう選手が大好きなので、あのぜひこの先頑張ってほしいなと思いますし、質のいい4回転ランディング、あの着氷も綺麗で良かったなというふうに思いますし、スピードあふれる
侍だったなと思うので、日本の未来はさらに明るく見える男子選手の一人だなと感じました。まもなく、あと1ヶ月ほどで全日本選手権を選手たちは迎えると思うんですけれども、全日本選手権ってやっぱり選手にとっても特別な大会、少しいつもの大会と異質な大会になると思うんです。ただやっぱり全日本選手権に対する意欲、そして気持ちっていうのは選手たちやっぱりいつもと違う大会にと感じているので、やっぱり体調万全で、まあ、こういうコロナ禍の時代になってしまったので、まずは体調万全で自分が一番ベストな状態で今シーズン、今年ですね、今年最後の大会を無事終えれることを願っている次第ですね。やっぱり今シーズン、この先国際大会がどうなってくるかわからないというところで、もしかしたら大会がなくなってしまったら、今シーズン大きな大会は最後になってしまう可能性もなきにしもあらずなので、選手たちが悔いなく終われるように全力で臨めるように私は願っています。今日フリーダンスを改めて見たんですけれども、高橋大輔選手って結構クラシックを久しぶりに、クラシックを踊る高橋大輔選手を久しぶりに見たのと同時に、やっぱりこの人といいますか、同じ、戦ってきた同い年の仲間、友達なので、大ちゃんと呼ばせていただくんですけれども、大ちゃんって、やっぱり滑ること、踊ることが大好きなんだな、というふうに4分間を通して、4分間のアイスダンス、ダンサーとしての高橋大輔を通じて伝わってきたので、やっぱりそうやって踊ることが大好き、表現することが好きなんだよっていうのは、やっぱり後世の選手たちにも伝えていただきたいですし、私も大ちゃんの踊りは見本にしてたぐらい大好きなので、やっぱりそういった部分をいろんな人たちに知ってもらいたいと同時に、アイスダンスの魅力もぜひ高橋大輔選手から伝えていってほしいなというふうに思いました。はい、ということで今回は NHK 杯の男女ショートプログラムとフリースケーティングのお話をさせていただきました。来月は全日本選手権が開催されるということで、またぜひ解説を行いたいと思います。そしてこの後もたくさんのフィギュアスケートのお話、深掘りをしていきたいと思いますので、皆さんぜひご覧ください。皆様のフィギュアスケートにゆかりある日々が送れますように、チャンネル登録よろしくお願いいたします。